皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画、久しぶりにですね、このレクサス NX に関連する動画となります。撮影日の本日2024年1月10日にですね、昨年の2023年10月11日以来となるですね、3ヶ月ぶりのレクサスのナビのアップデートが来ましたということで、その内容をですねチェックしながら、こちら私の父山熊の NX350H のアップデートをしてあげようということで、車を借りてやってまいりました。今回のアップデートはですね、全部で対象車種が4つあります。まず1つ目、一番重要です、レクサス NX の2021年11月以降生産からの2023年3月までのモデルということで、初めての年次改良を受ける前までの一番売れて世の中にも出回っているレクサス NX ですね、こちらがやっとアップデートの対象になりましたということになります。それ以外にもですね、発売以降バージョンが変わっていない新型のレクサス LX、 そして22年の7月にこの同じですね、新しい世代のマルチメディアが入ったレクサス UX、 遅れて搭載となった完全 EV のレクサス UX でもある UX300E、 そして2022年の8月に採用されたセダンのレクサス ES、 全部でこの4つの車種が対象になっています。ソフトウェアのバージョンは今回更新することによって、ディスプレイオーディオが1802、ナビゲーションも1802に切り替わりますので、こちらをご確認ください。本日から配信開始ということなんですが、既に配信されて自動でも更新が終わっている方もいれば、私の父のように全然通知が出てこない方もいます。実際今からやってみて、更新が自分で手動でできるかどうかやってみて、そこから追加のお話をしていこうかなと思います。はい、じゃあ実際に見ていきましょうか。設定ボタンを押して、一番下にあるソフトウェア更新、こちらを押してきます。このようにセンターからデータ降りてくる前では、ソフトウェア最新ですと出て、特にね更新ができないという形になるんですけど、お、この画面に待機してたらマルチ更新の情報がありますので、やってきましたね。早速これ時間かかるんでやっていきましょう。更新開始する、はい、押します。はい、こちらにですね、改善内容出るようになってますね。今までは1604だったものは、今回で1802になったという表示になっていると思います。後ほど詳細説明させてもらいますが、15分ほど更新にかかるよということになりますので、すぐにセッティングしていこうと思います。 OK を押していきます。ポチ、そして同意文を押す。ポチ、はい、始まりましたね。で、私の経験上なんですけど、このダウンロードが始まった状態で一回キャンセルを押してしまうと、自動でですね降ってくるのに結構時間がかかります。手動で簡単に戻すことはできなくて、もう待つのみになってしまいますので、更新を始めた場合はですね、もうキャンセルとかには触れないようにしておくっていうことをお勧めしますし、さっきのポップアップも出てるのに何度もキャンセルキャンセルってやってると、これまた出なくなります。まあ普通の方はもうすぐにやりますよね。レクサス、トヨタの最新世代このアップデート結構優秀で、本来こういうスマートフォンチックなですねソフトウェア更新っていうのは、書き換えの最中とかに再起動したりすると壊れちゃうっていうことになるんですけど、それをエンジン始動時とかにねやらないように制御したりすることによって、あんまり我々素人がどのタイミングで更新すればいいんだろうとか、再起動すればいいんだろうっていうのを気にしなくても良くなってます。私はこうね、撮影したいからっていうことで、あ、今じゃない、キャンセルとかやって、さっきのことを知ったんですけど、普通の方はね、今言った注意事項もそんなにないので、気づいたら通知が出たら基本やるというスタンスでいいんじゃないかなと思います。では改めて今回の更新内容を細かく見ていきましょう。更新内容については今の内容だけだとさすがに少ないですよね。概要欄にも貼り付けてあるレクサストータルケアのホームページ、こちらにですねレクサス関連のナビゲーションのアップデートがあると一覧で出るようになっていますので、こちらのページ確認に使っていただければと思います。今回ですね、更新される機能は全部で大きく分けると3つですね。そして通常通り、まあ、更新のために出ますけど、不具合の修正とか安定性の向上というものが含まれますので、前回のアップデート以降ですね、ナビちょっと調子悪いんだよなって思ってる方とかなんかは、これで治る可能性があります。メンバーの YK さんとかが教えてくださってた、この先どこどこ曲がりますみたいな、レーンの案内中に音声がプッと消えてしまうっていう不具合が治ってるのかもちょっと気になるところですが、先ほど挙げた3つの改善というか更新のうちですね、完全に新規の更新というものは2つになります。まずね、完全新規じゃない1つ目が何かと言いますと、前回動画で紹介してると思うんですよね。紹介してればこちらポンと今出てると思いますけど、年次改良後の NX や私の所有している RX、RG などで先に来ていたアップデートで採用されたもの、それがですね、地図画面の道路および推奨レーンの表示を改善するというものになります。そちらの動画をご確認いただいた方からすると、また重複する説明になるかと思うんですが、レクサスのナビっていうのはこの新世代になる前からもそうなんですけれども、他のメーカーのナビ同様ですね、左折専用、直進専用、右折専用とか、それぞれレーンごとに進行方向が制限されている道路ってありますよね。その車線情報を表示する機能と、そしてナビの設定をしている時に
まっすぐ行かなきゃいけないから左車線行っちゃいけないよということで真ん中のレーンを強調表示すること、これを優先レーン表示と言ったりするわけなんですが、この時に表示される矢印がまあ見にくいというのがこのシンセラナミの大きな欠点の一つでした。そしてですね、例えば3つ先の交差点を右折したいと、でその手前にある2つの交差点が同じく右折専用のレーンがあるので、真ん中のね直進レーンを走んなきゃいけないシーンって想像できますよね。だから直進の真ん中、直進の真ん中、最後のレーンに右の右折専用レーンに行くというルートがあった時に、この新世代のですねナビとかメーターの車種っていうのは一番最後の右折専用のレーンですね、まあルート的に曲がるレーンのところしかこのメーターとかヘッドアップディスプレイに出してくれないんですよ。なので前を見てるだけだと専用レーンが手前にあるっていうことに気がつけないっていうところが、まあ、ちょっとね良くないと2年間ずっと思ってるところなんですね。ただこちらのね地図画面の方だけはちょっと独立していて、曲がる時の車線情報ではなくてその手前の自分が通過するね、今から通過するよっていう交差点の情報を、まあ、随時出してくれるんですけども、その表示がですねまあ見づらいと、こんな感じです。まあおしゃれなデザインというかフォントにしすぎた結果ですね、サイズも小さく、そしてこの地図たちの中に紛れ込んじゃうんですね。なので普通に走ってる分にはすごい見づらいし、皆さん基本ナビ見ながら走らないですよね。主要なところだけで見ると思うので非常に見づらかったんです。これが私も所有していた CX60 とか、別にそんなに高性能な地図を積んでるものじゃなくても、その車線情報だけナビの中で強調表示されたりとか端に寄せてあったりとか、すごい見やすかったんですよね。私的にはとはいえこの地図を見るよりもメーターとかヘッドアップディスプレイを見ることが多いですし、特にヘッドアップディスプレイに出していればどなたでも安全に走れると思うので、ヘッドアップディスプレイ上にその通過直前のものを毎回出すように変えてくれというのを、まあ、言い続けてるわけなんですけれども、なんとなくねこのレクサスのかトヨタの新しい世代っていうのはこことここがちょっと独立しちゃってる感じがあって、だからそう簡単には改善してくれなさそうなわけなんですが、そんな中前回の RX のアップデートでこっち側の表示が少し改善されたと。それまでは正直私ぐらいですねこう慣れてるというか、非常に車乗ったりとか撮影して慣れてる人間でもうわ見づらいなって毎回思ってたものがだいぶマシになりました。なのでこのアップデートは早急にすべきだなって思っていたものが結構経ちましたよね、数ヶ月。前回の RX たちのアップデートは9月の27日配信となってますので、3ヶ月半以上かかったけど、まあ、ようやくこの NX 初期型含めた車両にもアップデートが入ったという形になります。ここについてはさっき言ったようにレクサさん、とにかくこの今のねこちらの地図でやってる車線表示のタイミングとかその案内の仕方をぜひメーターとかヘッドアップディスプレイにも入れていただけるとありがたいなと思います。お、ソフトウェア更新終わりましたね。15分もかかってない気がしますが、マルチメディアのインストールが完了しました。次回電源をオンした時に更新後のソフトウェアで起動しますということで、実はこの間にもうですねダウンロードとインストールが終わってるんですよね。そのインストール書き込み読み込み中に電源再起動しても車壊れたりナビシステムが欠落しないっていうのは、これやっぱね普通にすごいなとガジェット好きとしては思います。では次の項目説明するところでしたが、ちょうどですね改善した様子をお見せしやすい項目があと残り2つということになるので、このまま再起動していこうと思います。いやしかし初期型ですけど、パーキングレンジに入ってれば NX のアンビエントライトもまあまあついてるなっていう感じはしますね。ただ LBX よりは暗い感じがします。ということで次のですね改善項目をご紹介していきましょう。こちらのですね車両ボタンを押した先にエネルギーフローという項目があります。こちらのエネルギーフローはですね、こちらの NX350H のようにハイブリッド車や PHEV 車に採用されているものとなっていまして、ハイブリッドというのはガソリン走行と電気走行 EV 走行ですね、これを繰り返すことをハイブリッド車の仕組みとして捉えていただければいいんですけど、今 EV に走っているのかガソリンに走っているのかを見極めたり、もしくは電気の残量がどのくらいあるのか、エンジンが回って充電しているのかなんていう状況を見ることができるようになっています。おそらく大半の方はこれ見ることないし見る必要がないと思ってるでしょうし、私の父は多分一回も見たことがないと思うんですが、こちらの画面が変わったんです。やらかしたさっきアップデート前にその前のやつをお見せしようと思ったのに更新しちゃいましたね。今まではですねその画面がこちら、こんな感じで、まあ、よく理科の実験みたいだとかって揶揄されてたわけなんですけど、すごくシンプルで一番見たい情報と言われるそのバッテリーのセグメント表示ですね、何セグ溜まってるか何メモリ溜まってるかっていう表示だったり、今エンジンが動いてるのか電気が動いてるのかっていう情報を見るっていう行為に関しては実は見やすかったりするんですが、なんせちょっとデザインがダサすぎると。そしてそのナビシステムが一番最初に採用されたのはこの新型のレクサス NX だったので、
レクサス車っていうのは今までね、車両の表示とか、もしくはエアコンを調整をする時の画面表示とか、結構おしゃれなデザインだったので、それがいきなりデフォルメされすぎたところもあって大ブーイングが出たと。ライバル車とも言える他のプレミアム価格帯の車なんかは、比較しちゃいけないとは思うんですけど、ものすごいこう中でですね、自分の買った仕様の車がぐるぐる動いたり操作したりとかができる近未来的なシステムをどんどん入れてる中で、これかみたいなところがあったので、まあ非常に叩かれてた印象ですね。で、そのデザインが今回変わったということなんで、行ってみようと思います。せーの、ポン。おー、変わってる。変わってるし、なんかなんでしょうね、今まではこの背景の中にその可愛い絵がピョって書いてあるだけだったんですけど、こう背景ごとかなり横長の画面に変わった感じがしますね。でこちらはですね、概要欄のリンクの資料から見ていただければと思うんですけれども、今回よりリアルで立体的なデザインに変更したということになります。まあ、確かに画像で見るよりもですね、この表示しているアニメーションの解像度そのものが一気に上がってるので、私みたいなゲームが好きだったり、こう解像度がね結構重要だって思っちゃう人からすると、まあ、確かにリッチだなと思いました。でその反面ですね、この表示があまりこうなんて言ったんでしょう、リアリティを取りすぎている状況によって見にくくなったらどうしようって思っていたし、まあ、今もちょっと思ってるとこがあります。カメラ回しながらですけど、こうパッと見た時に何セグかっていうのがぶっちゃけこう斜めになったことによって分かりにくい気がしていて、私はねこれ結構よく言われてたんですけど、あんまり不満点で上げてなかったと思うんですよ。でそれはこれを危惧してたからなんですよね。リッチな風にしすぎたがゆえに一番見たい情報が見づらくなるみたいな。ちなみにこのバッテリーの真ん中、今青色だと思います。1,2,3,4 セグですね。いやー見づらい気もするけど、この4セグが青色の時は充電時、放電時、 EV 走行している時は緑ですね。で何にもしない時はブラックになるということです。またこちらエンジンがここにあるんですけど、駆動に対してエンジンが動いている時は紫、暖気運転とかをしててついてはいるけど走ってない時は銀で、全く何もしてない時は多分今のこれですね、黒という表示になるようで、見た目は非常にグラフィカルでかっこよくなるんだと思います。このあたりは自分でね、 LBX も多分この表示だったと思いますので、反映して使ってみてかなとは思うんですけど、まあ、ただ一言言えるのはですね、ナビのこれだけでかい画面でエネルギーフローしか見ないっていうことがあんのかというと、ないんですよね結果。そしてもともとメーターの中ではこのように簡易的ではありますが、ちゃんとメーターだけにね機能を絞ってますよね。このエンジンが動いてるのか、駆動に回ってんのか、バッテリーが充電されてんのか、何メモリなのかわかる、このメーターがメーター内についてるので、結果それだけの情報を見るんだったらこっちを使うんじゃないかなと思います。ただやっぱりこうプレミアムクラスの車っていうこともあったり、あのデザインがまあちょっとねデフォルメしすぎてたり、解像度が低すぎたのであまりにもっと叩かれたんだと思いますが、あれだけ叩いておきながら結局この画面じゃ見ないしねとか、これをですねちっちゃい2画面表示の分割にしてくれなきゃ意味ないよってまた言われるような気はしてます。ただ今回こういった声が上がったことによって、このデザインのところはこれで一旦落ち着いて、それでこれから2画面表示とかね、より良い改良の時にこのデザインがそのまま踏襲されるんであればいいと思いますので、ひとまず今回こういう風にアップデートで対応してくれたことに関しては素直に良かったなという感想でいくのがいいんじゃないかなと思います。ちょっとエンジンがかかった時とかどんな感じなのか気になるので、あえてスポーツモードとかに入れてみようと思います。いきます。よいしょ。あれつかないですね。お、かかった、かかったぞ。あれかかってない、かかった、頼む。あれ止まってる状態なのであんまりちゃんとうまく動かせないみたいです。どうやって動いてるかどうかお見せできなくて申し訳ないんですが、まあこんな感じで綺麗になったよってことが伝わればいいのかなと思います。そしてこれと同じですね、四駆の状態表示ですね。前輪駆動が基本になるんですけど、後輪駆動にも対応しているモデル、私の RX なんかもあるんですが、そういった場合はですね AWD 表示というものがここのエネルギーフローの近くにありまして、まあ、それもですねタイヤが4つだけこうね綺麗に並んでて、そこの横にメーターがあるだけという表示になってました。それが今回改良でですねこのように改善されたということなんですが、これもねまたちょっとすいません、せっかく頑張って言われて変えたばっかなんですけど、今までこう直線的にというか前を向いてタイヤがね並んでいる状態だったので、自分が運転してて見ようと思った時も直感的にどこが何って分かりやすかったんですけど、今回こう斜めになってますよね。だからなんかかっこいいんだけど見づらいんじゃなかろうかみたいな。でも多分横長ディスプレイばっかりにレクサスなっちゃってるから横向きにやらざるを得なかったんだろうなみたいな、そこのあたりはどうなんでしょうね。これ難しいですよね。だって結局タイヤと一部しか出てなくてって出すんだったらそんなリッチにしなくてもいいし、でもまあ安っぽいって言われるからって言って車のボディを描くと今度見たいとこ見えないのか、まあ難しいですね。
結局私が思うにこういうバッテリーの表示とか AWD の表示を見たい人っていうのは正直フル液晶メーターの中に出せちゃえばそれで解決する方が多いと思うんですよ。なのでレクサス NX 含めてそのこのフル液晶メーターを積んであげた方がなんかねいろいろ言われなくて済む気がするんですよね。まあ、そうじゃないとこれを1画面で見たって早く2画面化をみたいなそっちの圧ばっか高まっていく気がするのでレクサスさんなんとかフル液晶メーター後々からでもいいんで完走できるようにしていただくと納車済みのオーナーさん嬉しいんじゃないかなと思います。最後はですねナビゲーションの地図表示の中にあるこの建物の立体表示というものが基本デフォルト今オンになってましたね。これ新しく追加されてます。これによってですね拡大率を高めていった時に対象となる場所に来るとおーすごいニョキニョキ入ってきた。おー立体になってる別にいらないと思ってましたけどあー面白いかもしれないですね。あしかもちゃんとこれ分かりますか。これ多分この拡大図で地図やってたらこのまま出るんですけどこう斜めだったものがこの角度に合わせてちゃんと向き変わってますね。これね完全に真上から見るビューでやってこれなんでリッチな感じで面白いですね。へえ。斜めから見る俯瞰ビューだとちょっとこれどうなんだろう、見やすい人と見にくい人がいると思います。まあこれは実際ナビ使って走ってみたらですかね。まあ透過されてるのは実際ルートが見えないなんてことはないんですけど、いやでもさっきの一般的な方が使うこの上から見るやつだったら全然邪魔にならないですしね。面白い。これなんか別にいらないかなって思ってたんですけどこうやって見ると面白そうです。まあ静岡市はあんまり対象となる地図の表示場所なさそうなんですけどね。はい、ということでですね今回更新された初期型のレクサス NX および新型のレクサス LX と一部対象となる UX ES に配信されたナビのアップデートについてアップデートしてみたり内容を簡単にご紹介してまいりましたがいかがでしたでしょうか。やはりねこの新しい14インチナビを初めて採用したレクサス NX 大きな特徴の一つとも言えたのがやはりオーバージエアということで OTA の更新ですね。通信による更新に対応しているというところが長く車を乗る方にとっても刺さった大きなポイントだと思います。正直な話ですね最新のシステムというか新しいシステムを入れたんで仕方がないところではあるんですけれども最初の頃は不具合のね修正パッチばかりに追われていましたしその開発スピードの遅さ対応の遅さみたいなところには苦言を呈されてしまうことが多かったように感じます。そのペースの遅さについては、まあ、未だに改善されているとはあまり正直思っていないんですがそれでも納車された後に機能の改善とか機能アップデートがこうやって追加されるっていうのは今時の車ならではだなと思います。てっきりね同じ画面サイズとか世代の車であれば車種が違ってもみんな一緒だと思っていたんですけど今回のように同じ NX という車種でも年次改良前と後で別々に開発しなきゃいけない。これが今レクサス、トヨタたくさんいろんな車種が出てしまったことによってそれぞれの対策が多岐にわたっている。これによって一個一個の更新とか小回りが効かなくなっているっていうなんか負のスパイラルな気がしていて仕方がないといえ開発陣の皆さんがちょっと心配だなと思うところです。今回新しく追加された装備とかなんかまた RX とかに含めても配信されると思うので一日でも早く実装されることをお願いしたいなと思うとともにですね、まあ、最後はあれですかねやっぱね2画面表示っていうかそういったエネルギーフローとか駆動方式とかそういうのをポップアップ表示できるものさえ乗ればですねよっぽど大きく言われることはないかと思いますのでそのあたりをぜひ頑張っていただきたいなと思います。ということで本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。X や Instagram のフォロー、メンバーシップ、Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。